2023年新企画デュエルサポーターへの道。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本気で、はい、デュエルサポーターを目指してもらいます。あ、いかでしたね。ある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 。はい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 、はい、ご縁のほどお願いいたします。ほら、2023年新企画デュエルサポーターへの道。勝手にサポーティングはもう嫌だ。もういいでしょう。もういいでしょう。いいでしょう。もうということで、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。新年を迎えたということでですね、はい、今日から2人には、はい、新企画に挑戦してもらいます。おー、なるほど、うん、何ですか、まあ、内容はね、ちょっとまだ伝えてないんで、うん、これから2人に。そう、盛り上がれないのよ。盛り上がれない、なんかもやっとしてる。怖いのよ、はい、怖いのよ。不安しかないの、うん、まあ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 、去年までですよ、はい、2人勝手にサポッティングをやっていただきましたけど、はい、でもそろそろね、うん、勝手には卒業しませんかと。でもいいのよ、ずっと前から言ってるよ。本当にいいんですよね。もういいのよ。もうだからほら、2、3年前から言うだけじゃ伝わらないじゃない。今年、はい、本気で、はい、デュエルサポーターを目指してもらいます。もう目指してるんですか、うん、目指してます。もういや、あのお金使ってます。いっぱい使ってますよ。薄いのよ常に。あなたたち知らないでしょ、うん、デュエルサポーターっていうのは、はい、こういうことです。ドン、はい、画面にね、今ね、はいはい、書いてる通りです、うん、あなたたちは、うん、なるほどな、はい、足りなさすぎてます。サポーターにね、はい、必要なのは、うん、第一に発信力。あ、大事でしょ。だって大事です。超過があっても発信できなければ意味がないじゃないですか、うん、はい、はい、なるほど。なので、うん、2人には、うん、専用アカウントをね、インスタの専用アカウントを作ってもらってます。それで、それですね、それで作ると。もうあれサポートだったのかなと思ってね。アカウント名はこちらの方なんで、皆さん、うん、はい、皆さんちょっと気になる方はね、登録、ぜひ、はい、フォローしてみてください。お願いします。お願いします。うんうん、あ、今さ、じゃあさ、お互い携帯持ってる？ちょっと出してもらっていい？まあカメラには映さないんですけど、はい、まあ、早速ですけどね、まあ SNS の方に意気込みを投稿していただきましょう、うん、はい、はい、このね、意気込み投稿は、はい、インスタフォローして、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。ということで、新年一発目サポッティングやっていきますよ。はい、ゆうすけさん、はい、タイトルコールの方、はい、よろしくお願いします。はい、デュエルサポーターへの道。本気のサポッティング選手間の さあ、新年一発目やってまいりました。まず一発目はね、はい、行ってみましょうね。あ、そうそうそう、この前の事件の後ね、これ新調しましたから、今回。あ、こういう状態なんでしょ。やってたでしょ、すごいリズムいいズーム。 SLP ワックス新しく、してくれるんですけどね。ちょっと浅めだったんでね、どんなもんか。はい、ポイント行ってきました。ですね、私新年になってロットを新調したんでございます。セフィアエクスチューン 86ML でございます。一応ね、ブラックライオンはブラックライオンで持ってるので、状況を見ながらですね、使っていきたいと思います。はい、ポイント到着しました。2023年新企画ですね、始まりましたよ皆さん。僕はね、引き続きサポーター活動をしてまいります。ダートマスターの3号ですね。旅行の湾内から樹をチェックしていきます。まあ、ベイト入ってきてるじゃん。ベイト入ってきちゃってるじゃん。
あ、いかでしたね。はい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 。落ちパクでしたね。はい、落ちパクでした。入ってきてましたね。てか、結構あるよ。まあまあある。皆さん、落ちパクちゃんですよ、これ。殿下の方と出ちゃいましたね。どうしたんですか。落ちパク先生で。落ちパク先生、はい、よかったですね。よかったですね、はい。とりあえずこれ取りたいですね。よかったよかった。気をつけてくださいね、ここ、うん。降りれます？よし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 。スーッと。行きました？入れました。ある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 びっくりした。いや嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あるじゃない。皆さん来ましたよ。これがデュエルのサポーターです。サポートさせてよね、こっちに。おそっす。おすごいいいじゃないですか。おそっす。めっちゃいい、いいな。おーベローン。ちょっと測ってみましょう。はい、いいですか。はい、 OK です。はい、じゃあ、はい、どんぐらいですか。よっ、おお、850、言うだれ出ちゃった。よだれ出るよそれ。よかったですか。いいじゃない。あ、いいじゃないですか。うん、エギ抜いて850ぐらいですね。エギはですね、こちらじゃん、ダートマスターの3号リアイソですね。おちぱくちゃんでした。ちょっと風吹いてるなーって思いながら糸吹けをね、こう巻き巻きしてると、うんみたいな。おちぱくちゃんあるんですよ、この。これがいいんでしょうね、パタパタが。はい、ありがとうございます。続けてやっていきたいと思います。はい、ポイントね、移動してきました。寒いし釣れないし、お前さんが死ぬ分がね、やっぱサポーターなるんでしょ、うん、今年はなる。公式のなる。サポーターなるんでしょ。なりたいんです。もういい加減ない。くれないさ。いい加減ないなりたいんですよ。小さいな、でも。いや、そうでもない。あるかも。4、500はあるな。でっくしとらやった。ちょっと降りて取ってきます。よいしょ。嬉しい、いっぱいじゃないの。はい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 。はい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 、はい。やっと来ました。よかった。やばかった。でもいい、いいよ。オスなんでね。やりあいそう。リアイソなんですよ。リアイソで。しかもこれ、このエギキャストプラスのリアイソなんです。ダートマスターじゃないのよ。ちょっと浮気しちゃって、ちょっとモコついても、もしかして海遊入ってきとくかもしれない。あ、本当？点々ついとっけ。群れの証拠らしいですよ。危険を群れに知らす。ボケるって。ボケんって、ほら誰がくれないの豚かて。ありがとうございます。じゃあちょっと入ったかもしれないですね、はい、行ってみましょうか。はい、お願いします。はい、ヨシキ。はい、ヨシキ。なんで X でしょ。 X です。 X の代表曲はくれないです。誰がくれないの舞台やって。くれないに染まったこの俺を慰めるやつはもういない。ご飯、ご飯来ました。釣れてないからご飯来ました。美味しいとこなんですけど、うん、すっごい美味しいとこ。やっぱデュエルといえば、うん、うどんですよね。そうだ、うどんなんです。まあでも福岡だからね。どれが本社。デュエルですね。うん、デュエルさんですね。福岡といえばうどんですか。うどんです。うどんです。ここ、うん、ちょっとまあ何回か来させてもらったことあるんですけど、うん、美味しいのよ。美味しいんですよ。うん、今日はご紹介したいなと思って、確かに。皆さんちょっと見てみましょうか。メニューになりますね、うん、はい、このかす丼っていうのめちゃくちゃ美味しいんですよ。牛の総長、
高温で揚げたやつね。うん、高温で揚げたやつ。ということで、ちょっと頼んでいきましょうかね。はい。来ちゃいましたよ。カスカレーに、ミニカツ丼です。あ、満腹だな。唐揚げ定食に、カス丼。肉カスそば。一番大好き。ミニ天丼。いきますよ。あー、美味しい。これ1個ずつ揚げてくれてるんですもんね。ウニの場合は。うわ。あ、いいんですよ。この上品なんですよ、脂が。うん、うどんもしっかりコシがカスタあります。結構しっかり大きいです、大きいです。いただきます。ジューシーです、美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。いっぱい食べたね。はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。した楽しかったですね。釣りしながらちょっと遊びながら今日息を楽しもうような回でしたよ。こんなね、皆さん強がり言ってるけど、うん、めちゃめちゃ頑張ってます。振り倒しましたからね。倒しました。いやでもなんとか釣れてよかったです。あ、まあこれがあのデュエルサポーターの実力ということで、皆さんあなたたちオープニング覚えてます？ん、何でしたっけ、タイトルコールを。せーの、帰ろう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 。違うのよ。え、勝手にサポーティングになりましたもんね。卒業だって卒業するんだっていうお話だったんで、まあそんな簡単じゃないよということで、サポーターたちが多分怒られますから、本当にもうなめんじゃねえよと。まあまあまあ、でも頑張りましたよ、はい、僕らなりにね。やれることはやったかなと思うんですけど、やれることはやりました。これが実力だと、そういうことです、はい。ということで、はい、今後も頑張って、はい、まあ今年はね、デュエルサポーター、まあ、公式のサポーターを2人目指していきますので、はいはい、今後もご支援のほどよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、最後じゃあ反省文を一言ずつ。僕思ったんですけどね、デュエルさんの方がですね、僕を承認してくれないんで釣れないんじゃないかなと思うんですよ。で、承認一回してもらえたらバリバリ釣るんじゃないかと。ああ、なるほど。うん、そこ一回試してみて、で、こいつヘッポコやと、こいつポンコツやったと思ったら来年こう してもらえば一度こっちで一度こっちでお願いします。ダメですよ。ちょっと今年はね、ビシッといい年なんで、やりたいこと、自分がやるって言ったことはやっていこうと思います。はい、はい、今回は不甲斐ない結果でしたけれども、今後ね、どんどん兆候は3年じゃねえよ、よしき。さっき唐揚げ噛みましたからね。なんつったっけ、唐揚げなんて言ったっけ。唐揚げ、唐揚げって言う。これ、いや、モノマネしたのよ。誰なの、玉木浩二の。玉木浩二で、じゃあ最後、はい、お願いします。お詫びをお願いします。これからも精進していきますので、ご縁のほどお願いいたします。ほらな、ひどかったですね。罰ゲームだから、まあ、しょうがない。それは俺が悪いから、仕方ない。今のモノマネがひどいなって思う方は、高評価ボタンお願いします。チャンネル登録もですね、できたら。解除はしないで。解除はしない。解除はしない。今ので解除はなしでして、うん、とりあえずまた次回、はい、また企画、この、デュエルサポーターへの道、はい、続けていきますんで、皆さん、はい、ご視聴の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイ。いや、モノマネがもうひどいよ。違う、何のモノマネやった。玉置浩二。